皆さんこんにちは。ミステリー小説専門ブックチューバーの阿部氏です。本日のテーマは1ヶ月間どんでん返し生活。1ヶ月間どんでん返し作品を読みつけたら一体何冊読むことができるのか検証してみた後編です。前編では約2週間かけてこちらの4作品を読んできました。まだ前編をご覧でない方はぜひそちらからご覧ください。はい、というわけで1ヶ月どんでん返し生活16日目、いよいよ後半戦に突入です。というわけで早速次に読んでいく作品はこちら、井上弓人さん、ラバーソウルです。このね、1ヶ月どんでん返し生活始めてから、読む作品初めての作家さんっていうのが続いていて、今回も井上弓人さん初作品です。見ての通り表紙がすごく印象的な絵になっていて、頭がわーってなってますね。ただこちらの作品に関しては、どうやらどんでん返しらしいっていうね噂しか知らないので、もしかしたらこう読み終えた後にこれ全然どんでん返しじゃなかったっていう可能性もあります。どんでん返しだと思って、読んでいこうと思うんですけど、ちょっとまだわからないですね。この作品のもう一つの特徴は、はい、分厚いです。1ヶ月7冊っていう風に目標にしていて、でもう4冊読んでるので、残り2週間ぐらいであと3冊ということで、ここでねちょっと勝負に出てみようと、1冊ぐらいはねこんなに分厚い作品があってもいいのではないかということで、こちらの作品を選んでみました。それでは後半戦も頑張ります。東野圭吾生活18日目じゃなくて、どんでん返し生活18日目。今日は撮影しようと思ったら大雨が降っています。なので今ツイッターで流行ってる虹色の本棚っていうのをねやってみようと思って、完成したのがこちらの今写している本棚ではなくて、その隣の、はい、こちらの本棚です。こうやって見るとね、綺麗ですよね、やっぱりね。虹色の本棚をツイッターで見たときに、やってみたいって思ってね、実際に持ってる本だけでできるかなと思ってやってみたんですけど、いい感じになりましたね。で、実は結構書評している作品も、紛れ込ませたりしてます。魔法の殺意とか、うちの偉人たちの館とか、そちらの書評まだ見てない方は、合わせて見ていただけると嬉しいです。こうやって見ると本当にね、虹ですね。はい。虹ってことにしようと思います。というわけで今、引き続き、ラバーソウルを読んでいるところですので、引き続きそちらを読んでいこうと思います。はい。どんでん返し生活20日目。もう早いもので20日目。あと残すところ10日間となりました。今日は動画をアップする日で、東野圭吾さんの電子書籍解禁の動画をアップして、今日は何もやることがないので、あとはね、読書するだけっていう感じです。で、今読んでいるのが、井上弓人さん、ラバーソウルです。これ、東野圭吾生活じゃなくて、1ヶ月じゃなくて、どんでん返し生活の後編が始まってからもずっと読んでるんですけど、今、480ページまで読みました。なんかもう20日ぐらいには読み終えてるかなってちょっと思ってたんですけど、多分今日中にはちょっと無理かなっていうね分量だと思います。でももう結構佳境に入ってて200ページぐらいなので、佳境って言ってもねまだ結構あるんですけど、後半の方なので今日か明日で読み終えてしまいたいなと思います。頑張ります。どんでん返し生活21日目。はい、というわけで今日はなんと、はい、こちらの荷物が届きました。ちょっとね怪しい小包っていう感じなんですけど、ブックオフから荷物が届きました。ブックオフオンラインです。結構ねこんな感じで来るんだっていうね感じですね。今回購入したのはこちらの8作品なんですけど、予想外なことにというか帯付きの本がはい、ありました。5月の頭に購入本紹介としてまたね、動画を1本撮ろうと思うので、多分そこでね、詳しく紹介したと思います。多分ここら辺にサムネが出ているはずです。というわけで、どんでん返し生活の方なんですけど、昨日の夜ついに、はい、ラバーソウル読み終えました。長かったです。昨日の夜もね、ちらっと撮影して、残りね、200ページぐらいあります。
っていう感じだったんですけど、読んじゃいましたね。夜中の3時ぐらいまでかかったっていうテロップをつけてください。最後の方はね、一気読みでした。正直しんどめの読書が続くっていう感じでいたんですけど、想像してたよりも全然違うところに着地したみたいな感じでした。それがすごかったです。読後感がね、何とも言えなかったというか、読み終えた時が夜中だったんですけど、叫び出したくなるっていうか、そう、精神的にはもうすごく叫んでるみたいな感じになってました。すごかったです。解説をね、読んだところで初めて分かったことがいくつかあって、こちらの作品のタイトルのラバーソウル、これはビートルズのアルバムの名前だそうです。小タイトルとかもね、そういう曲名になっていたりとかして、それを知ってすごくね、そのビートルズを聴きたくなりました。もちろんね、どんでん返しっていうこともあって驚いたんですけど、個人的にそれをはるかに超える驚きが、なんと解説の中に待ち受けていました。こちらの井上夢人さんは、岡島二人さんという二人でね、書かれていた作家さんのうちの一人の方だそうです。というのも、以前視聴者さんから岡島二人さんのね、 99% の誘拐面白いですよっていう風にコメントいただいていて、ブックオフ行った時にね、購入して積読になっていた作家さんでした。で、今回読んで最後の最後で、そのね、井上夢人さんがそのね、岡島二人さんのうちの一人だったってことが分かって、それがね、一番びっくりしましたね。ストーカーみたいな話が出てきて、今日そこら辺の描写が結構ね、気持ち悪いなっていう感じなんですよね。そんな感じでずっとね、読み進めていたのに、読み終えた後に、あ、もう一回読みたいってなってる自分がいました。全部分かった上でもう一回読んでみたいなってなる作品でした。岡島二人さん関係の作品とか、あとは井上夢人さんのね、他の作品とか、どんどん読みたくなってしまいますね、という感じです。はい、というわけで次に読む作品です。次に読む作品はこちら、アビコ竹丸さん、殺育に至る病、ついにこちらの本に手をつけてしまいます。視聴者さんからもおすすめです、面白いですよっていう風におすすめいただいていた作品でした。そのね、おすすめコメントをいただく前にも、ずっとミステリー作品の定番としてなんか聞いたことがあって、知っていた作品でした。知ってたんですけども、読むのが怖くてグロテスクだよとか、なんていうか、そこら辺の評判がものすごい突出しているというか、そういう感想を目にすることが多くて、ちょっとね、敬遠してた作品でした。ついにこの生活で読んでしまおうと思います。まあ、面白いってことはね、多分確定してる作品なので、読んでね、後悔するってことはないと思うんですけど、いや、もう正直ね、怖いですね。ちなみにね、こちら新装版を購入しているので、大丈夫だと思います。解説含め362ページなので、早く読めれば3日ぐらいで読めると思います。というわけで、後半戦ラスト10日間、頑張ります。どんでん返し生活23日目はい、というわけで撮影しようと思ったら雨が降ってきました。というわけで、今日は嬉しいお知らせがあります。なんと、ついにこのチャンネルから再生回数1万回突破した動画が誕生しました。どんでん返しおすすめベスト3の動画です。このどんでん返しの企画中に、そのどんでん返し動画が1万回再生突破っていうのは、いや、ものすごく嬉しいです。もしかしたらそろそろ行くかもしれないなって、4月中に達成できるかもしれないなと思っていたので、いや、すごくね、嬉しいですね。はい、というわけで、どんでん返し生活、今何を読んでいるかというと、殺戮に至る病です。噂通りのグロテスクさという感じですね。今ちょうど244ページ、まあ3日あれば読み終えますねとか言ってたんですけど、まだね、240ページぐらいまでしか読めてないので、もうちょっとかかりそうですね。猟奇的な殺人って結構ミステリーの中で出てくる作品多いと思うんですけど、この作品でもそういう事件が起こります。こちらのどんでん返し生活を初めて読んだ作品で、秋吉里香子さんの聖母っていう作品があるんですけど、こちらの作品でも猟奇的な事件というのが起こってしまって、ふとね、この聖母を思い出しましたね。ただこちらの作品の評判っていうのはものすごく良くて、なので本当にね、もう斜め読みしかできない、
もう細かく読むことなんてできない、そんな描写は確かにあるけれど、それを分かった上でもみんなに勧めたい、この作品がね面白いって、どんどんね進めたいっていう、そういう面白さがあるんだなっていうのはなんか思います。これもきっとね、真のミステリー好きになるための試練だと思って、試練っていうとなんかちょっと語弊があるんですけど、必要なステップだと思いますので、最後まで頑張って読みたいと思います。どんねん街生活25日目。はい、今日はもう春のような一日ですね。まあ、相変わらず風は強いんですけど、昨日の夜ついに何を読み終えたのかというと、はい、殺戮に至る病です。多分4日間ぐらいで読み終えたような気がします。噂にたがわぬグロテスクさという感じで、感想のうちの大部分がその印象に引っ張られてしまってる気がしますね。まずこちらの作品を手に取るのにすごく勇気がいったし、読み進めるのも結構苦労したし、でも本当のラストの終盤にかけてはもうページをめくる手が止まらないっていう感じの作品でした。なんかどんでん返しの小説って、そのどんでん返しされたっていう、どんでん返し決まったっていう瞬間があって、でもこの作品に関してはその瞬間がね訪れても一瞬何が起きたかわからないみたいな作品でした。それはなんかもう決してすごくつまらないってわけじゃなくて、唐突にそれがやってくるみたいな、もうしばし呆然っていう感じの作品ですね。あとは当然読む人を選ぶ作品だなって思いました。ミステリー読み始めたんですけど、でどんでん返しが好きで、何かおすすめの作品ありますかって言われた時に、殺戮に至る山は面白いよって言っておすすめしたら、多分その人ミステリー嫌いになっちゃうんじゃないかなっていう、ちょっとね語弊はあるかもしれないんですけど、少しそんな危険をはらんでいるような、すごくねパワーのある作品っていう感じでしたね。暗い暗いトンネルをひたすら進んで、その進んだ先にすごいものが待っているみたいな、すごくねお伝えするのは難しいんですけど、そんな作品だと思います。こちらの作品がミステリー的にねものすごく評価されてて、で定番だって言われている理由が最後読み終わった後に分かった気がして、まあ、どんでん返しだよって分かって読み進めても、これを見抜ける人って絶対いないんじゃないかなっていうほど、その構成がものすごいです。まあ、読み上げた後にもう殺戮に至る病考察みたいなネタバレ考察記事をね何記事か読んで、その謎を解き明かしていく感じで、あの伏線をね読んでいくっていうのがね面白かったですね。という感じで6作目を読み終えました。というわけでついに7冊目、どんでん返し生活の7冊目の作品は、はい、主の正幸さんハサミ男です。ついにこちらの作品を読もうと思います。このどんでん返し生活のラストの作品にしようと思います。今日含めて5、6、7、8、9で30なので6日間ですね。あんまり無理しないで6日間かけてしっかり読んでいこうかなと思いました。まあ、解説含め511ページ、1日100ページずつ読んだとしてもまあ5日かかるような作品ですね。でこちらの作品はものすごく前評判がいいです。視聴者さんからお勧めしていただいたコメントもものすごい盛り上がりを見せていたっていう、そういう印象がある作品で、自分の中でのハードルがものすごく高まっている作品です。ちょっと一つ思ってることがあって、もしかしたらこのどんでん返しは見破れるんじゃないかっていうのもねちょっと思ってますね。まあ、というのももちろん理由があって、この作品に至るまでにどんでん返し生活の企画の中で6作品ね、どんでん返し作品を読んできているわけです。それだけね、どんでん返し作品を読み続けるとどうなってくるかというと、なんかどんでん返しのパターンみたいなものが見えてきます。残り6日間でこちらの作品をね、じっくり読んでいこうと思います。よし。というわけで、早速こちらの作品を読んでいこうと思います。どんでん返し生活27日目。というわけで今日は、はい、こちらのそして誰もいなくなったの作業用読書動画の撮影をしていました。コーヒーを飲みながら、まあ、撮影していたんですけど、最近は月末になるとこんな感じで作業用読書動画を撮影しています。はい、というわけでどんでん返し生活で今読んでいるのは、はい、じゃない。はい、ハサミ男です。今ちょうど100ページぐらいまで読み終えていて、こんなね500ページもあるちょっとね重厚感のある作品なので読みにくいのかなっていう風に少し思ってたんですけど、あのそんなこともなく結構ねスラスラ読めてますね。でもね最近ちょっとね読書とあと編集をしてる時間が多いんですけど、それでね一つ困ったことがあって、腰が痛いです。今もあの60分間読書の動画を作って読んでたんですけど、あんまりこう読みながらもあんまね悟られちゃいけないって思ってたんですけど、結構ね姿勢を微妙にこう変えながら読んだりしてます。腰痛くなったっていう話で終わっ
ってしまうのもあれなんですけど、今日もこちらのハサミ男読んでいこうと思います。どんでん返し生活で29日目、はい、ということでもう今日含めあと2日という感じでほぼラストのラストに差し掛かりました。ちょうどあの4月の交流本紹介の撮影をし終えたところです。今29日なんですけど、もうね新しく本は購入することはないよって思えたタイミングで、まあ、撮ってしまうっていう感じですね。なのでもう今月は本は買いませんということで、今読んでいる作品はこちらのハサミ男です。ぴったり300ページまで読み終えています。結構最初は余裕があるなって思っていて、でも、まあ、結局ね2日であと200ページぐらい読まなきゃいけないみたいな感じになってしまって、焦って読みたくはない、でも企画は成立させたいのをちょっとねせめぎ合いみたくなりつつありますね。いやでもまだ2日あるので多分普通に読み終えると思います。今日はさっき撮影した購入本紹介の動画を編集をして、であとやるのは読書しかないと思いきや、ある届き物が届きました。そちらの方をちょっとね紹介していこうと思います。こちらです。今日は椅子が届きました。注文してから2日ぐらいで届きましたね。この時期なのでもうちょっと時間かかるかなと思ったんですけど、椅子ってこうやって届くんだなって思いました。というわけで早速組み立てていきます。あ、せーの、はい、というわけで椅子が完成しました。青い背もたれの椅子で、この腰のところがちょっと楽になるような感じの設計になってます。全部で20分ぐらいで組み立てられました。今日からもこれで作業していこうと思います。どんでん返し生活30日目、ついに最終日になりました。はい、今もうほとんど佳境と言ってもいいぐらいの分量まで読んでいるんですけど、ちょっとまだ最後はねどうなるかわからないですね。というわけで今日はもう最終日なので、まずこちらのね本をね一気に読んでいってしまおうと思います。ようやくついにハサミ男読み終えました。いやもうすごかったです。もう後半はもう一気読みでしたね。さすがにこんな連続でねどんでん返し作品を読み続けていれば、どうどんでん返されるのかっていうのを見破れるんじゃないかっていうふうに思ってたんですけど、いや分からなかったですね。いや本当にすごかったし、いや面白かったなって思います。殺戮に至る病みたいな感じで、そこまでねグロテスクな感じではないんですけど、やっぱりうわって思う事件が起こり、まあそのタイトルにあるねハサミ男が一体誰なのかみたいな話にもなって、まああんまり言えないですね。またこれ驚いたんですけど、主の正幸さん、こちらの作品がデビュー作だったそうです。デビュー作でどうしてこんなに衝撃的な作品が描けるのかっていうのはね不思議ですね。はい、今回500ページぐらいの作品で4日か5日かそれぐらいかけて読んだんですけど、まあ、読んでる途中は少しゆっくりめのペースかなって思ったけど、そう少しずつその真相に迫っていく感じがすごく良かったなって思います。レイモンド・チャンドラー あのフィリップ・マーローとか、あとシャーロック・ホームズとか、そういろんなものが結構引用されて出てきたので、そういうのもなんかミステリー好きとしては読んでいてすごく面白かったポイントでした。あとはものすごく綺麗などんでん返しだったなと思います。衝撃度も、まあ、一番だったし、どんでん返しの綺麗さみたいなものもかなりねトップクラスだったと思います。なんか思い込みって怖いなって思いますね、うん、やっぱり真相を分かった上でもう一回これ読みたいなって思いました。いや本当にねいい作品をおすすめしていただいたなって思います。はい、というわけで今回の作品も含め7冊無事に読み終えました。で30日間無事にねどんでん返し生活を終えることができたというか、過ごすことができましたので、実際にやってみてどうだったか的な話を最後ねエンディングトークみたいな感じでお話ししようと思います。それではまた明日エンディングの撮影へどうぞ。
はい、本日5月1日、無事にどんでん返し生活1ヶ月終えることができました。はい、というわけでエンディングです。今回どんでん返し生活1ヶ月やってみてどうだったかみたいな話をまずしていこうと思うんですけど、長かったです。大変でした。まあ、でも1ヶ月間こんなにがっつりね、同じジャンルの作品を読むっていうことを今まで多分したことがなかったので、また前回やった東野慶吾生活とは違った楽しみがありました。やっぱりやれてよかったなって思います。で、引き続きデータ的なお話をしていくと、ここまでこの動画を見てくださった皆さんはもうね、お忘れかもしれませんが、この企画は1ヶ月間どんでん返し作品を読み続けた結果、一体何冊読み終えることができるのかっていうのをね、検証しようっていうところからスタートしています。一体何冊読めたのかというと、はい、こちらの7作品を読むことができました。秋吉里佳子さんの聖母から始まり、一番最後のハサミ男まで読んで7冊ということで、1ヶ月間ね、頑張って読むと7冊読むことができるよっていうね、結果になりました。改めて思ったのが、やっぱり人から勧めていただく作品ってやっぱり面白いんだなって思いました。続いて読書時間なんですけど、1日平均するとだいたい1時間から2時間ぐらい、合計のページ数が2961ページ、だいたい3000ページですね。それを1日平均にすると99ページ、だいたい目標としていた、目安としていたページ数が読めていたので、はい、それも良かったなと思います。で、続いてこちらの作品の中でどの作品が個人的に一番面白かったのかについて発表しようと思います。この読んだ7作品の中で一番面白かったのは、はい、宇多野翔吾さん、葉桜の季節に君を思うということです。今回の作品はどれも面白かったので、正直ね、すごく悩みました。悩んだ結果、どうしてこちらの作品を選んだのかというと、まあ、どんでん返しの衝撃はもちろん、読後感がすごく良かったなって思いました。爽やかな読後感というか、そう、ちょっとね、前向きになれる自分がいました。500ページいかないぐらいの分量なので、結構ね、ボリュームある方なんですけど、とはいえ読みやすいので、本当にね、宇多野翔吾さん初作品だったんですが、他の作品もやっぱ気になってしまった一冊でしたね。続いて、このどんでん返し作品を連続で読む中で気がついたことについてお話ししようと思います。さっきも言った通り、初めて読んだ作家さんの作品がものすごく多かったです。ということで、まあ、何が起こったかというと、他の作品がね、読みたくなります。やっぱりこれらの作品はそのね、作家さんの代表作って言われてる作品が、まあ、多いわけで、あ、じゃあデビュー作はどうだったんだろうとか、まあ、最近の作品はどんな作品が出てるんだろうみたいな感じで、どんどんね、他の作品が気になってしまって、その結果積読が大変なことになるっていう事態に陥っています。あとは結構パターンがあるなって思いました。どうやってどんでん返すかっていうところでのパターンですね。同じようなパターンでどんでん返しされたっていうのが今回この7作品の中でも結構ありました。やっぱりそれはどんでん返しをね、連続で受け続けたからこそ気づいた点だったのかなって思います。そうなってくると、あ、じゃあパターン化されてるんだったら読んでる時から気をつければ結構気がつくんじゃないのって思うかもしれなくて、で、実際僕も思ったんですけど、それでも見抜けないのがどんでん返しっていうことですね。このね、どんでん返しの衝撃以上のどんでん返しかもしれないんですけど、ミステリー作家さんはすごいんだなって、定番作品で面白いって言われてる作品は本当にすごいんだなっていうのが分かりました。はい、というわけで今回1ヶ月どんでん返し生活をしてみて、新たにすごく素敵で衝撃的で面白い作品にたくさん出会うことができました。というわけで1ヶ月どんでん返し生活でした。はい、というわけで今回はどんでん返し生活、1ヶ月間でどんでん返し作品を読み続けたら一体何冊読むことができるのか検証してみたでした。今回読んで一番面白かったこちらの葉桜の季節に君を思うということを含め、またね、何作品か書評動画をアップしようと思っておりますので、こちらの作品書評してほしい、あとはこんなどんでん返し作品もおすすめだよなどなど、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回は一体どんな企画にチャレンジするのか。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。